こんにちは。カフェスタ政策キーパーソンに聞く司会のネットメディア局次長の衆議院議員の鈴木紀一です。本日のキーパーソンは農林部会部会長の衆議院議員の宮下一郎先生です。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。視聴者の皆様に対し自民党の部会とはどのような組織なのかを知っていただき理解を深めていただくため、今回は伝統ある農林部会をテーマに宮下部会長にお話をお伺いしたいというふうに思います。それではまず1問目であります。部会長、どのような案件を扱う農林部会なんでしょうか。はい、名前の通り農業そして林業に関する政策を扱う部会でありまして、農業をどう元気にしていくか、食料をどう考えるか、そして、林業もですね、山本からその建設のところまで、関してどう元気にしていくかというのを中心に考えています。最近は食育なんかもね、その範囲に入ってきましたけどね。はい、ありがとうございます。最近部会で取り組んでいる案件テーマ、どういったものがあるのか教えてください。はい、私も10月に就任したわけですけれども、それ以来でもですね、その森林林業の基本計画と将来の計画についての議論をしたり、それから鳥インフルエンザの発生それへの対応をしたり、そして輸出の戦略を検討したり、からサトウキビとかですね、天才等々、官民資源作物は国が価格決めてますのでそれを決めたり、畜産物の価格を決定したり、最近では税制改正や来年度向けてどこに予算を配分要求するのかということで税制改正や予算要望等々にもかかってきました。はい、ありがとうございます。本当に食に関する幅広いことを行われている、また林業また山村農村に関する幅広いことを行われている部会だというふうに思います。でここが例えば農林部会大変伝統があるんですけれども、特徴的だなというふうに部会長就任されて、はいはい、思われたことというのは、まあ、どういったことがあるんでしょうか。はいはい、私も第二次安倍内閣スタートした時に前には経済産業部会長というのもやったことがあるんですが、それと比べて特に感じたのは会議が多いということですね。それで非常に丁寧にですね議論を進めるなというのを実感として感じています。でいわゆるインナー会議というその大臣経験者クラスのですね皆さんが集まる会議で方向性を議論し、そして農林役員会でさらに意見を求め、そこで出来上がった原案をいわゆる平場という全ての議員の皆さんが出席できる場でお諮りすると、そういう3段階を経てですねいろんなものを決めるというのが多くて、今さっき言いましたようなさまざまな案件についてそれぞれそういうことをやっていますし、日程が重なってくると1日にそういう会議で3回4回5回と会議があるという日もあるということで、これは結構ハードな部会長です。なるほど、はい、それはということはあれですね、週に何回という単位ではなくて1日に何回を毎日こなすみたいなイメージですね。そうですね。もうでそれがさまざまな分野に渡っているということで、はいはい、本当に、はい、おそらく一番大変な、会議数の多い部会長じゃないかなというふうに、ね、自民党内でも思います。そのついでに言うとその隙間にですね次の会議の打ち合わせとかそういうことをやるので、ほとんどもうどっぷり使っております。はい、ご苦労様です。視聴者の皆様にぜひ知ってもらいたいという事柄、どういったものがありますでしょうか。そうですね、今大きな世の中転換点グリーン社会とかですね、そういうことも言われますけども、農林業というのはそこで果たすべき役割が本当に大きいと思います。農業をみんなで元気にしていく、そのためにもですね日本の農業を皆さんに応援していただきたいし、まあ気遣いという言葉もありますけど、みんなで気を使って日本の林業を応援していただきたい、それをぜひ多くの皆さんにお願いをしたいと思います。はい、ありがとうございます。
今日は初回ですので、おそらく伝統ある農林部会は掘れば掘るほど、面白いんじゃないかなというふうに、思っています。最後に部会長として、意気込みをお願いいたします。はい、農林業はですね、日本を元気にする一番の基盤だと思います。皆さんと一緒に農林業を元気に、そして日本を元気にしていきたいと思います。輸出も含めて、そしてスマート農業等々の技術導入も含めて、これから大きく変わる農林業、ぜひ皆さんと一緒に元気にしていきたいと思いますので、応援のほどよろしくお願いします。はい、農林部会長の宮下一郎衆議院議員、今日は本当にどうもありがとうございました。宮下部会長も長野県のご出身ということで、私も山形県の出身ですので、同じ農村そして山村地域の出身として、また今後ですね、さまざまな農林に関する政策についてもこの場で発信をしていきたいというふうに思います。視聴者の皆様、またこれからもお付き合いのほどよろしくお願いいたします。今日はどうも部会長ありがとうございました。ありがとうございました。